にとってこのシーンはですね、もう本当にもう草薙さんしかできない大事な役です。これはもう大俳優の草薙さんにお願いします。よろしくお願いします。ちなみに聞いていいかな。はい、ですよ。これツモだよね。はい、そうですよ。魚だよね。はい、そうです。俺は何言ってるんですか。ツモですよ、ツモ。これだけでいいんじゃないの。俺はな、海か。俺はカトリン、ほらここら辺全部でツモなんですよしかも今日のシーンはですね、草薙さん扮する魚のツモが動線としまして、ここからこう入ってきます。こう入ってきまして、ここをくぐり抜けて、そして、誘拐された自分たちの子供が入った卵を、あれですね、あの卵を見つけ助け上げる。そしてこう戻ってこう泳いでこう出ていく。もうあもしあれだったらこの3秒バーンとかやってからバーンとか草薙さんらしい出る、ね、そんな感動的なね水中シーンができるのはもう草薙さんしかいません本当に。はい、まあだったらいいんだけどさ。じゃあよろしいでしょうか。じゃあセリフの確認だけいきましょう。水の中でのセリフになるんですが、あの卵を前に、うん、お前を絶対助けてやるぞ。はい、リハーサルセリフだけいきます。はい、リハーサル3、2、1。はい、お前を絶対助けてやるぞ。大丈夫だったの。何ですか。俺は、俺は大丈夫ってどういうこと。俺ここだけだった今カメラワークだよ、カメラワーク、カメラワーク感動しましたすげえ泣けましたまあならいいんだけどさ。オッケーオッケー、行きましょう。ほじゃあ本番行きましょう。本番お願いします。お願いします。お願いします。もう時間も取らないでね、勝手にバッてやりますんで。それじゃあ水中シーンの本番いきます。カメラ OK ですか。はい、OK。 お願いします。草薙さんはちなみに泳ぎは大丈夫ですよ。当たり前じゃないか本番じゃ一発でも時間もないんで、1回目のテイクが一番いいって言うからな。はい、わかりました。じゃあ一発でお願いします。お願いします。はい、それでは水中シーン本番、よーい、うわー。卵言ってください、卵。これが重いんだよ、これが。水をどんどん、吸ってくるんだよ。おい、これをつけてテストしてるやつがいないだろう。これ、これの計算書してないやつの。これむちゃくちゃ重いよ。待ってこれ、考えてみろよ監督。いや持ってますんだよ監督。はい、これちょっと。これだから重くなるんだよ。ぬいぐるみに水を吸わせるな監督ちょっと、やっぱさ、これさ俺じゃなくていいんじゃないかな、これわかんねえだろ。だってこれそんなことないですって。草薙さんのあの苦しそうな顔がもうツモの気持ちをすごい表してました。本当に。はい、じゃあちゃんとした表情を抑えてよ表情をもっとね、僕アップで撮りたいんですけども。あ、ちょっとカメラちょっと水中スタンバイをね。え、水中カメラ入れてくれる。水中カメラお願いします。あ、それだったらいいね。草薙さんの顔をやっぱりしっかり撮りたいんですよね。あ、それいいね、それいいね。はい、水中カメラ3枚。はい、テイク2。はい、よーい、うわっ。あいつはトラック、トラックはトラックトラックは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 トラックだからもっと離れろよ。カメラ、お前何年やってんだよお前は。バカ野郎。いいよ、もう水中カメラいらない、いらない。いらないですか。最後の本番です。本番いきます。はい。
卵を取ってきた。ほらこれを、ほらセリフ、あーセリフ、セリフ、お前を絶対助けてやるぞ。それ言いました、忘れた。あのきついね、これ。今どういう状態で浮いてるんですよ、それ。これ草辺の上。草辺の上で浮いてる。マジでなんだよ。はい、行きます本番。やーい。セリフなし、セリフ。お前を絶対助けてやる。水中の中の話です。やーい。はい。はい、静かに。おお、どうだ監督、通ってきた。今言いました、言った、今言った、言ったよ。あ、言いましたか。結構水の中だとセリフが聞こえないもんですね。ちょっと集合して、ちょっと、今言ったぞ俺。なに、こんなもんだな。何、こんなもんだ。無理でしょ、無理でしょ、使えないわ。どういうことじゃなかったんですか。まあ、まあいいか、しょうがない、これだから一応ボツにして、はい、ちょっとまた考えるから。ボツ、これ CG で作るわろう。CG CG が出来上がり次第公開。